とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー行きましょう。今日かな、撮影日はちょっと違うんだけども、今日、タワー新しく更新されます。まあ、更新されましたら生放送でね、攻略していくのでよろしくお願いします。では、とりあえず3周タワーラスト行ってみましょう。このね、第2回目、第2章のタワー、いいやつ出なかったな。全然良くなかったんだ。最初のはね、良かったのよ。特に年始1月の1日、2日、それぐらいにやった時のが結構ね、良かったんだよね。星なき夜とか、あと覆われた怒り、あれの結構いいやつが出たんで良かったんですけども、さあ、第2章のラスト出るかな。いいのが来てくれれば嬉しいけどね。ダメまあまあまあ、あと2回あるしね、なんとかいいか。名もなき刃いらないよね。エンチャとしては悪くはないね。クリティカル、ああ、いや、名もなき刃は、あの、旋風衝撃波と相性がいいんだ。2回攻撃だから。そうなんだ。で、達人はいらないよ。奇妙、監修。まあ、釣竿との相性はいいんだけども、これでは、エンチャントが良くないね。よろしくない。全然ダメだ。となると、どうする？まあ、名もなき刃にして、お供え物にしましょうか。そうしよう。2周目行ってみましょう。もうね、何回回ったか。3週間だよね、タワーって。3週間で1回チェンジするから、もう何回行ったか分かんない。100回以上は絶対行ってる。よいしょ、痛みサイクル溜まった。でも大したダメージじゃない。今回なんかもう、エンチャポイントがちょっとね、変になっちゃってて、うまいこと。いけてますよ、危ねえ。なんか普通に戦うの久しぶりだな。普通に戦うの久しぶり。意外と強いんだね。こいつあれだもんね、あの、カジバのボスだよね。カジバのやつ、普通に戦えば意外と戦いにくかった。では行こうか。2周目どうだ。ひどい、もうひどい。これはもうトゥルバドゥールで決まりでしょ。なるほどね、なるほどね。エンチャは素晴らしいよ。エンチャは素晴らしい。けどもういらないか。エンチャ素晴らしいな。しかし、まあ、トゥルバドゥールにして、お供え物にします。それではラスト3周目いきます。これで終わりだね。まあ、シーズン3どういう風になるんでしょうか。ああ、間違えた。よいしょ。多分ね、また若干難しくなるとは思う。若干ね。まあ全然、若干ぐらいだったら、クリアもしていけるしね。大丈夫です。よし。では、シーズン2のラスト。報酬は何が出るでしょうか。なるほど。なるほどね。あ、でもまあまあ、使えなくはないよ。クリティカルが
黄金でついて、で重力でしょ、で衝撃波旋風で釣り竿連打できるね。釣り竿とキノコがいるけどね。うん、そうね。で不安定は、まあ安定のクールダウンなしか。でもね、ダイヤモンドの鶴橋ね、もうすでにいいやつ持ってるんだな。ならもう不安定にしてお供え物にしますか。そうしましょう。それでは3周終わりましたね。この3つです。名もなき刃、トゥルバドゥール、あー不安定なローブ、厳しいね厳しかった。まあシーズン2ではね、全然いいのが出なかったけども、まあ第3章のタワーにちょっと期待しておきましょう。次はいいのが出るさ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。